こんにちは、木下ゆうかです。今日はこれを食べたいと思います。じゃん、かねふくの明太豚骨味ラーメン、明太小バター味ラーメン。これはね、スーパーで一緒に売っとうのを見たんですよ。かねふくってメーカーあんま聞いたことないですよね。かねふくはやってますもん。お仕事なんか安心安全はもちろん美味しい明太子を作り続けています。明太子を売りにしとるメーカー、いや違うわ、これ札幌一番って書いとる。かねふく監修ね、かねふく監修だ。監修はかねふくなんだ。関東では明太子の有名なのって言ったらかねふくなのかな。まあ食べてみましょう。明太子ってさ、意外と何でも合うんですよね。明太パスタもさ美味しいしさ。今日はねちょっと2つ食べたいと思います。はい、じゃんこんな感じです。あ、粉末スープ、かやく、調味油、こっちも同じ内容ですね。じゃあちょっと作ってみましょう。ちょっとうるさくてごめんなさい。この赤いの明太子ですね。明太子のラーメンも明太子のカップラーメンも食べたことないな私。スープは結構いっとって普通のスープ。明太豚骨味にはキクラゲが入っとって、明太塩バターには卵が入っとる。豚骨やけんね、キクラゲ入っとるもんね。スープの色が若干オレンジっぽい気がします。はい、じゃあこれにお湯を入れていきましょう。お湯カモン。はい、封印して3分待ちます。3分間何しようかな。じゃあ3分間踊ります。はい、じゃあ3分経ちました。オープン。調味油を入れます。あ、これね、もしかしたら私ね、調味油がねシャッフルされた可能性大なんですよね。何しようかな。ちょっと怖いな。台無しじゃないか。まあ大丈夫でしょう。うん、明太子の色してます。じゃあ塩バターの色してます。はい、じゃあ食べてみます。明太子の方からいきます。カップラーメンの豚骨ラーメンの味だ。あ、明太子入ってます。あ、ちょっとピリッとする明太子。でもなんかふりかけも明太子のふりかけにちょっと似とるっちゃ似とるかな。でもあれよりちょっと柔らかいし。じゃあ次は麺ですね。結構ありがちなカップラーメンによくある感じの麺ですね。具はね、明太子、ごま、ネギって感じかな。じゃあ、あとスープだけですね。飲みます。ごちそうさまです。明太子の味は、まあ、ほんのりするかなぐらいですね。で私さ、こういうなんか明太子をさ使ったラーメンとか珍しいじゃないですか。だからもうこれでもかっていうぐらい明太子味にすればいいんじゃないかなって私は思ったりしますね。暑い、次は明太塩バターラーメンいただきます。スープ、この透き通ったスープですね。こっちの麺はなんかちょっと黄色みがあってちょっと太い平たい麺ですね。いただきます。塩バターラーメンが結構ね明太子と合う感じがして美味しいかも。はい、あとスープだけです。ごちそうさまです。やっぱなんか塩バターのスープって明太子に結構合うなって思います。明太子パスタがラーメンになったって感じかな。とても美味しかったです。うん、どっちもね、ちょっと明太子のピリッとした辛さがありました。でも別に全然辛いってほどではありませんでしたね。明太子好きの人はぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。